じゃあ今日はね、はい、いよいよラスト、はい、レンタカーも返したんで、返しましたね。見てください、フェリーサンフラワー待ってます、はい、待ってますね。あれ今日の朝乗ってきたやつね、はい、そうです、あれに乗ってきたんですか、ね、あれに乗ってきたんですよ。あれなんですか、あ、まだずっとここにおったっていうこと。そうなんです、だってお湯入れ替えたり掃除したり、はいはいはい、ね、あ、そうかそうか、ご飯とかも。あ、なるほど、なんか2台あるんですよ、それがもう往復で、はい、ははははは、で、いや、僕はてっきりあの着いたら、はい、また人乗せて、はい、向こう行くんや思ってましたもん。ああ、はい、半日泊まってるんですね。どうします、布団そのままやったら、ほんまですね、これあんたらのやろう言って、はい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 、ありえますよ、だから安い。ありえますね、なるほど。部屋番一緒ですか、ね、ありえますよね、でもね。ありえますね、はい。今回これ始まりは、はい、ドッキリ企画やったでしょ、僕。あ、そうですよね、忘れてましたね。ほんで、急遽場所変更で、はい、31本刻めるかっていう挑戦やったんですけど、はい、まあ、結果刻めましたね。刻めましたね。今日動画上がってるってことは刻めたってことなんで。そうですね、そうですね。ただね、はい、ラストドッキリしていいですか、ボッツさん。え、まだあるんですか。ラストドッキリしていいですか。やめてくださいよ。あれね、これね、はい、オンラインサロンの会員さんたちで、はい、ボッツさんの監査、審査をするっていうことになって、え、これね、今回のドッキリ企画、はい、まあ、皆さん知ってたって言ったじゃないですか、事情ね、はいはい、で、ボッツさんのその行動を、はい、今回のこれ、まあ、取れ高で全部見れるじゃないですか。はいですね。もう多分皆さん31本目、はい、見てくれてると思うんですけど、はいはい、これはボッツさんの必要性をあらあの言っとったんですよ、あのね、はい、こういう声が過半数以上、はい、まあ、ほぼ全員から来たんが、はい、半年に1回ぐらい、はい、あのレギュラーの座を奪われる、はい、監査どうですかっていう話やって、なるほど、はい。そしたらボッツさんも、はい、一球一球全力投球するんじゃないかっていうことでね、はい、で今回これを設けたんですけど。あ、そうなんですね。だからね、はい、これで大事なんが、はい、この役回りはボッツさんにしかできないのかっていうのを見たいっていうことやって。あ、なるほど。だから今回これ見た時に、はい、今回の役回り、はい、ボッツは調べる、はい、僕広げるみたいな、はい、この相性とか、ええええがバッチリなのかっていう。なるほどね。で、なんやったらこれ昇級試験ね、はい、維持試験みたいな、あ、そのポジション、はい、その座にとどまれるかどうかっていうのは、はい、これボッツさんじゃないとダメやぞと、はい、もしくは他の誰でもいいんちゃうとか、はい、誰々の方がいいんちゃうみたいな、はい、を投票するってことになってるみたいな。投票、中色さんがね、はあはあはあ、中色さんが投票したいと、はいっていうことやったんで。そうなんですか、はい、で投票結果、今回の見て、はい、この31本はやっぱボッツさんじゃないとアシストしきれなかったんじゃないかなとか、なるほど、っていう声でね、はい、ちょっと投票して、はい、でまあ、今回来年の年明けから、はい、ボッツさんが脱落してても、あ、なるほど、また来年の6月ぐらいに昇級試験があるんで、あ、なるほど、それまでボッツさん謹慎なんでっていう、これ落ちる前提で話してませんいや、これはもうほんまに見て、ええ、ボッツさんよう頑張ったと、はい、小樽ではあんなになったけどと、はいはいはい、だからチャンスなんです、みんなからしたら、ええ、小樽のあれの挽回するチャンスを、あ、なるほど、くれてるんですよ、はい、ほんでさっき昇級試験や言ったら、はい、今日一日だけボッツさん頑張るじゃないですか。あ、確かにね、はい、だからボッツさんがその場その座は安泰じゃないんやでっていうのを、はい、やっぱ知ってほしいって、はい、いう声が全員から来たんで。なるほど。それでの今回のこのドッキリ企画やったんですよ。そうやったんですね。ボッツさんからしたら最後の最後に一番いらんドッキリ食らったでしょ、はい、そうですね。ドッキリとしたでしょ、はいはいはい、あの違う意味でドキドキですよねもうドキドキですね、はい、これがやっぱりね、面白かったよっていう、はい、ことだったらね。なるほどね。なんでドキドキしてきましたよ。ドキドキしてきたでしょ、はい、ドキドキしてきたでしょ、はい、あの1日目よりドキドキしてますよだからね、僕言ったんですよ、はい、だから松ぼっくりとかやったらあかんかったんですよ。あ、なるほど。ほんまね、だってあれでね、え、じゃあボッツが推奨したのって31本中何本ってなった時に、あ、そうかそうか、松ぼっくりとか、はい、ボッツさん関係ない動画の方が多かった時に、はい、やっぱボッツいらんかったなってなるじゃないですか。あ、ほんまや、ほんまや。あ、ちょっとあれボツにしてじゃあ、あれ見返してください。10何本取りましょうか。あれ見返してください。はいはい、ほんなベアはこれ松の枝で1本刻めますよねって、はい、言ったじゃないですか。はいはい、言いました。あれボスはなんか自分で自分の首絞めとったんですね。あちゃ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 あいたたたじゃないですかそのさっき言うといてもらわないと、はい、そうでしょ。
でね、まあここからは告知なんですけどね、はい、一応そのブラックファイブのね、はい、新しいチャンネルもできたんで、あ、はい、できてそれも登録していただいて、そうですね、でいやこんな感じのこと、これはもうブラックチャンネルではこんなしょっちゅうやらないんで、はい、今回その番宣のために1ヶ月やってみたんですけど、はい、次からはその無料サイトの方に上がったり、あ、そうですね、してますんで、はい、またあの概要欄とかコメント欄に貼ってますんで、あ、そうですね、そうですね、登録とか、はい、めっちゃボツは手震えてきてないですか？あ、もういろんな意味で動揺してますから、はい、手震えてきてます。もうあのボツは最後の旅路になるかもしれないんで、はい、書いてるでしょ、アイボリーと書いてますね、書いてますね、アイボリーと、ほんまや、お疲れ、あ、ボツお疲れってなるかもしれないんで、はい、はい、こういうね、急に悲しくなってきました、悲しくなってきたでしょ、ドキドキしてきましたね、はい、もう今日はボツさんが寝られへんかもしれないですね。寝れませんね。はい、もう寝れませんね。弁当凍ってる場合ちゃいましたね。はいはいはい、はい。弁当こう買いましょう言っとったんです。ですね、一応見ます？一応見ましょう。あ、ね。一応ね。残ってるかどうか。はい。あ、ほんまや、売り切れごめん。そうでしょう。はい。ちょっと一旦、あ、16時からの販売ですわ。そうですね。はい。ほんなら今いいぐらいちゃうんですか。まだ余ってるでしょ。いけるでしょ。ね。はい。やっぱりね、はい、鶏の唐揚げ食いたいですもんね。そうですね、はい、まあ、これでココイチもいいですけど、ココイチもいいですけど、ココイチこう言うとったんですよね、はい、今ね、今から戻ろうか言うとったんですよね。そう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 、だから唐揚げ弁当ね、なかったらココイチしましょうか。そうですね、はい、吉野家もありますよ、はい、長浜ラーメンもありますよ。そうですね、ということで今回本前も31本刻めたんで、はい、大成功ということで、はい、でこれ年末の挨拶なんで、あ、そうですね、はい、はい、じゃあボッツさんからもあの伝説のね、はい、あの北海道からの帰ってきたご挨拶動画、ボツは泣いてるやないかって、別に泣いてなかったんですけどね。そうですね、そうですね、はい、もう今は泣いてそうですね。これラストチャンスです、ボツ、これでおもろいこと言わなかったらもう投票率が、はい、ほんまですか、投票がもうね、あの、はい、あの時は泣いてないんですけど、はい、今はね、心が心で泣いてます。もう号泣ですね。号泣です。はい、はい、変えてますけど、今はもうこれ切れたら、はい、僕一人で、はい、隅っこで泣いてると思います。隅っこ暮らしして帰る。そうです。もう今ドキドキですから。ドキドキ、はい、はい。じゃあ来年もまた、はい、あのブラックチャンネルでは車とか、そうですね、もう何でもありのチャンネルなんで、はい、じゃあ来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。